皇帝陛下、失礼しました。実は西の洞穴に住み着いたモンスターに悩まされているんです。竜の穴にモンスター退治を依頼したものの、奴らは頼りになりません。モンスターの巣は我々が必ず叩き潰す。そうか、ではモンスターの巣にいるブヨブヨしたやつを倒してくれ。術を使えればいいのだが、我々は格闘家、そうもいかんのだ。だが巣の最奥部にいるボスは我々が倒す。これは竜の穴のメンツにかけて譲れん。約束してもらおう。言い忘れたが、やつは電撃を放ってくる。固まった陣形で戦うとかえって危険だ。気をつけろよ。攻撃を仕掛けるぞ。すぐに出撃だ。うわー！おう、皇帝、ちょうど片付いたところだ。これで竜の穴のメンツは保たれた。ニーベルの町の者たちにも顔が立つ。この恩に報いるため、これからは帝国に協力するとしよう。お人よしね、皇帝さん。でも借りができちゃったわね。あたしに用があるときは酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。おやすみ、皇帝さん。皇帝陛下直々のご依頼とは恐れ入るが、それは受けられねえな。俺たちの組織を壊滅するための罠ってことも考えられる。信用できねえな。ただし条件がある。地下墓地の入り口にタコみたいなモンスターが住み着いてな、そいつが邪魔で仕事にならねえ。倒してくれれば考えないでもね。へえ、そうかい。せいぜい期待しているぜ。
い物を始末してくれたようだな。約束通り協力したいんだが、そんな危険な仕事を引き受ける奴がいない。私がやるわ。本気か、キャット。借りがあるのよ、皇帝さんに。運河要塞で待ってるわ。皇帝さん、陛下。ここでは話せません。ついてきてください。この枯れ色から要塞に潜入できます。中は迷路のように入り組んでいるので目印を書いておきました。あの時みたいに子猫を追ってくださいね。どうかご無事で。ソーモンの婦人衆を倒し日の出の勢いだそうだが、それもここまでだな。婦人衆は七英雄でも小物。我が主牧王様こそ真の英雄よ。昇った日は必ず沈む。牧王様の片腕としてこの要塞を預かる私が沈めてやる。こたびの働きに対し皇帝陛下より褒美を与える。いえ、要塞の宝箱から十分いただきましたから。なんと抜け目ないな。オレオン海の向こうにカンバーランドがあります。そのハロルド王が陛下をお招きしたいと言ってきております。ソーモンの港からカンバーランドのダグラスに向かう船が出ております。一度お会いしてみてはいかがでしょうか。これは皇帝陛下。失礼、少々体調を崩しておりまして、夜年波には勝てません。しかし陛下、よくおいでくださいました。これは末っ子のトーマです。トーマでございます、陛下。上の二人の子はここにはおりませんが、もうお会いになりましたか。では今夜はこちらにお泊まりください。後ほどお話を。実は陛下、一つご相談したいことがあります。私も世継ぎを決めねばなりません。今の時代、真の実力を持つ者が王にならねば、国を長らえさせることも難しかろうと思うのです。私の三人の子供は幸いにしてそれぞれ才能に恵まれているようです。
しかしそれゆえに誰を世継ぎにすべきか決めかねております。また親バカと申しますように、自身では我が子可愛さのあまり冷静に判断できかねます。そこで皇帝陛下のご意見をお伺いしたいのです。陛下ならば三人のうち誰に王位を継がせますか。おっしゃる通りです。私は何を迷っていたのでしょう。三人の中ではゲオルグが年長、国は年長の者が継ぐのが一番です。それにゲオルグは武勇の誉れ高き男、あれならば悪しき者どもから国を守っていけるでしょう。ありがとうございました。陛下、皇帝陛下。ああ陛下、すぐに謁見の前。ハノルド王が、国王様がお亡くなりに。こんな時にトーマ様は一体どこへ。おう陛下、トーマ様の行方にお心当たりはございませんか。城中の皆の動揺を鎮めるためにも、息子である私がしっかりしなければならないのは分かっています。でも父上は確かにご病気だったけど、それにしてもあんなに急に。トーマ様、こんなところにおられたのですか。サイフリート様がお探しです。さあこちらへ。今は会いたくない。何をおっしゃいます。サイフリート様がハロルド王の遺言状を預かっていて、その遺言状でトーマ様が次の王に決定したのです。父上が亡くなられたばかりなのに、そんな話は聞きたくない。それにゲオルグ兄さんもソフィア姉さんもいるのに王になんかなれない。いや、それは。まさか陛下、サイフリートは大いに据えた私を操り、この国を我が物とするために父上を。まことに父上は殺されたのか。サイフリート、絶対に許せない。バレちゃしょうがねえ。サイフリート様があんたを王位につけるのにどれだけ苦労したと思っているんだ。王様になれるだけでもありがたいと思わなきゃ。知りすぎた奴には消えてもらおう。皇帝といえどもな。陛下、一体どうしたんだ。
皇帝陛下が後見になってお前が王位についたと聞いたぞ。父上がサイフリートに落ち着けトーマ。陛下、一体何が。トーマ新王の名でゲオルグ様討伐令が全国に発せられました。何。お兄様、お待ちください。これは陰謀です。姉上。ソフィアか。お父様の急死、トーマの即位、お兄様への討伐命令、あまりにも手際が良すぎます。前々から計画されていたとしか思えません。そしてここまでが計画通りだとすれば、次の手はおそらく南からのモンスターとの連携。モンスターたちが頂上の下にトンネルを掘りました。このままでは地下より侵入したモンスターが城に。モンスターどもめ、頂上の向こうに追い返してやる。わかりました。では頂上のモンスターはお任せし、我らはダグラスへ。お気をつけて。陛下、必ずや父上の仇を取ってみせます。いまいましい皇帝め。カンバーランドを支配して、それをネタに七英雄に取り入り、永遠の命を手に入れる計画が、貴様のおかげで台無しだ。貴様の説教など聞きたくもないわ。七英雄の中には貴様が目障りなものも多いようだ。貴様の命を手土産にもう一度出直すだ。座るべきです。トーマよ、成り行きはともかく、王となったからにはお前が王としての務めを果たすのだ。トーマ、そんな顔をしないで。私とお兄様は陛下のお許しを得てホーリーオーダーを結成するつもりなの。ホーリーオーダー？陛下の戦いのお手伝いをするための組織、聖騎士団よ。では私は国王として陛下の戦いを助けます。皇帝陛下、この国の支配権を献上いたします。分かっています。しかし陛下の力添えがなければ、この国はサイフリートに支配され滅んでいました。国王である私が仕えるべきは陛下であり帝国です。